もう一個いただきたいっていう。なんで会社のロゴがカタツムリなんですか。教えてたんか。あれですね。よく見るとですね。はい、TA って書いてあるのが分かるかな。よく見ない。よく見ない。立ち位置で分かるんじゃないですか。ちょっとこう書いて出たんですよ。はい。なんか勝手にこう気がついたらニョロってこう目が入ってたみたいな。カタツムリっていうのはなんか象徴としてあるんですか。象徴じゃないですけど、単純サンゴのイメージと、あとこれサンゴじゃないですか。はいはいはい、これ、NGO ですか。タンゴですよね。そう、がついてる。あれは省略されて、本当にカタツムリのヌメヌメになってます。だ僕がカタツムリ作ってくれとか、そういうのは特になかったんですけど、自然発生的に。そう、まあ、あと最初の目が、ね、気持ち悪かったんですけど、いろいろこう修正が入ってですね、かわいい。かわいいですよね。はい、で結構あと、いろいろこうゲームによっては、怖い目にしたりとか、なんか怒った目にしたりとか、そういう感じでその、ゲームに合わせてロゴもちょっと言いやすいなっていうのが。もう一個言っていいですか。いいですよ。マサオ、C5 さんから、三上さんと郁美さんの仲は大丈夫ですか。まあ質問のいいのがなかなか難しいところです。仲がいいのか悪いのかってここ多分聞きたいんじゃないかな。最近でもやっぱり噛みつくの僕にね。いや、噛みつくというか全然話しかけてくれないじゃないですか。そうかな。カップルそもそもどのぐらいのご一緒にお仕事をやられてるんですか。すごい短いですね。あ、そうなんですか。はい、本当本格的に三上さんと今回みたいなゲームのお仕事でやらせてもらうのは初めて。へえ、はい、なんか全然そんな風にはね見えない。仲良しな、まあ、優しくしてもらったことは僕一度もないですね。バレンティン安倍さんじゃないですか。自分の仕事がなんかチェックの日があって、ちょうどバレンタインとかぶったんですよ。そこの結果が良くなかったらあげるつもりはなかった。なんやねん、そんなバレンタインみたいな。まあ結果良かったから結局あげたって。そうそう、良かったからあげるけど、本当はあかんかったらもうむしゃくしゃ帰って自分で食う。まあ、意味が分かんないで、そういう子の方が可愛がられるんだな。そう。だって可愛がってほしい。そこまでだ。いい子だねみたいな。今慣れてみたいみたいな。え？ちょっと慣れてみたらいいんだよ。なんでしょう。それは無理でしょう、やっぱり。無理だよ。しょうがないですよ。そう、慣れてもらえる日が来るまでひたすら頑張るしかない。勝てたことはあるけどね。何回か。パーン。舐めたことはない。これでも叩かれるってことだよね。やっぱ愛がないと自分の手もいないですからね。うん、ごめんなさい。スタッフへの質問コーナーということで、先ほどよりもぐっと深く入ったところを聞きたいな。まずはじめに三上さんは休日はどのように過ごされているのでしょうか。あんまりプライベートなところって一般の方がわからないところだったりすると思うんですよね。特に、まあ、三上さんもそうですけど、ゲームクリエイターの方ってどういう休日を過ごされているのかなみたいな。意外と普通ですよ。普通。家族サービスしたり、はい、まあ、車好きなんで車乗り回したり、あとはね、関根勤のモノマネの千葉真一のモノマネ。
今やらせてくれってことですか、いいの、あ、それやってやってくれるのか見たいですよ、ちょっと見たいです、ゾンビと戦う、その赤熱と、はいはいはい、それをどう戦うか、はい、ちょっと新一です、まずゾンビと戦うのはこの人間にとった急所、正中線を正中線をしっかり守ることが必要です、弱点が集まる二間、陣地、陣、無、溝落ち、ここをやっぱりこういうふうにガードしている、だいたいここら辺だぞ、長長い相当やられてます、ありがとうございます皆さんはもうご覧に、ああの天気の流れがうちのあの若い大臣の、はい、若い企画会議、はいはい、トゥインキー好きなんだよね、いやそうやな、なんかあのちょっとあの美味しいかどうか食べてみてくれよ。トゥインキー、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 トゥインキー。あったかいじゃんか。はい。これね、アメリカ行った時にそのゾンビランドっていうのがあって。はい、それでっていうもう今度主役級のいいキャラしたおっさんがいるんですけど、まあ、ゾンビだらけの街になった中で、これが食いたくって旅をしてた、でそれでこれがなんか気になって食ったことないんですよ、これを食ったらなまずいのなんのむしゃむしゃ食べられてる、でもあれが本当の罰ゲームやってましたよね、そうですよね、うん、本当はこのクイッキーの箱ごと抱えてこうむしゃぶりながらどうぞどうぞって、はいはいはい、配ってみてほしかったですけど、アメリカ人ね、これ僕5人ぐらい聞いたんですけど、これ食い物じゃないとかって言ったりするんですよ、大丈夫こっちの意味なんか貧困物ばっかり入っている、あ、いやこれ本国の人が言ってるんですよ、僕全然言ってないですからこれを1年間置いてても色も形も変わんないんだって都市伝説やって、で今うちこれ封開けて品たりとかテーブルにボーンと置いてて、もう1ヶ月くらい経つよね、カチコチになってるカチコチになってるもうすでに臭いはしないっていうことですか、ビジュアルは変わってないですか、ビジュアル変わってない、うん、だからカチコチになってる、うん、ちょっとツインキー深掘りしすぎちゃいました、ね、うん、すいません、いやいやいや、あの質問がございます、突っ込んでいいですか、あ、なんかあります、来てます、はい、京カムさんから、はい、やはり勤務時間もゲームし放題なんですかって来てます、し放題、これ西川さんとかでも、はい、あ、し放題ですね基本的にまあとはいえ、やっぱり今作ってるものに少し似たり参考になるようなゲームを、まあ、みんなにやってもらったり会社に買ったりとかするんで、まあ基本それを空いた時間に自由にやるみたいな感じですね、まあ、両方あって、その今やってると参考になるゲームと単純に面白いゲーム、うん、それを、まあ、息抜きと仕事と両方になんかみんなが使い分けてる感じ、この間ね、三上さん今 F1 とかやってますからね、うん、でもうちレースゲームも作ってないですから、うん、はい、はい、いやすっごくよくできてるね、タイトルないっすフォーミュラー1 2010ですね、あれおすすめですね、そうっすね、なんで他社のゲーム宣伝してる